17日日曜日晴れ。本日の大阪は昨日の一日中の雨が止んで晴れ渡り、視界がすごく綺麗です。本日の動画は西淀川区で、失礼しました、淀川区の塚本駅から見に行ける絶景の我が地元のスポットを紹介します。塚本駅から私がおすすめする絶景スポットへ行くまでの道中に、この熊のぬいぐるみの絵が描いた熊公園と呼ばれる、通称の新北の公園という公園があります。ここの公園のすぐ近くに、ここでちょっとまあ左に回ってみましょう。はい、こちらの幼稚園ですね。こちらの幼稚園が以前森友問題で話題になった幼稚園の一つである塚本幼稚園です。先ほどの新北の公園、塚本幼稚園から少し東に歩きますと、こちらに淀川新北の郵便局という郵便局がございます。ここはですね、かつて安倍首相が塚本幼稚園に、森友学園に振り込んだとされる振り込み用紙を、反森友学園の活動家が証拠だと言って持ち出していた振り込み用紙があるんですけれども、ここから振り込んだっていう証拠だと言ってましたが、でもこんなところに安倍首相がわざわざ来て振り込むとは、地元の私からしたら考えられないなってその時は思いました。ちょっとせっかく通ったので余談ですが、ちょっと取り上げてみました。では続き、塚本駅から見に行ける絶景スポットへご案内させていただきます。今淀川の堤防に登る階段にやってきました。もうここ見てもわかると思いますけど、とても横に幅が広いです。何か大きなイベントでもできるのではないかと思うぐらい横に幅広いのですが、そうなんです。ここがですね、毎年やっている淀川の花火大会の会場になっているんですけれども、残念ながら令和2年の淀川の花火は新型コロナウイルスの影響で中止になりました。花火大会が行われるなら、本来はここがメイン会場への入り口になっている部分です。それではですね、この階段をですね、信号が青になったら登っていきたいなと思います。この階段登れば絶景があります。はい、先ほどの階段を上りました。見てください、おすすめの絶景がこちらになります。梅田のスカイビル、グランフロント大阪など梅田川のビル群が一望できるスポットです。梅田のビル群を北から淀川を挟んで見ながらの絶景スポットですが、こういう風に見渡すと、河川敷と堤防の間がこんな感じで緩やかな坂道のスーパー堤防になっております。ここでですね、お弁当などを食べながらこの景色を見るのもなかなかいいものだと思います。そして夜は夜でですね、夜景がすごく綺麗なところでございます。実は今までですね、緊急事態宣言でステイホームとか言われておりましたけど、徐々にですね、ステイホームの自粛を解禁させていこうかなと思い、今回の動画を作ってみました。解禁といっても何もかも無制限で、いや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 楽しむわけではなくて、今回は
家の近くでなおかつ歩いて行ける範囲だったのですけれども、まず屋外で今回みたいに屋外であること、また移動手段が歩くか自転車か自分の車か、そして大阪府を出ないでっていうような感じでだったらいいんじゃないのかなと思っております。今ちょっとマスク外してますけども、周りも誰もいない堤防の中の草むらに入っております。いるのはテントウムシだけです。こんな感じでテントウムシですかね、この草むらにはいます。それではもう少しですね、ここのスポットから東へ重曹方面に歩いていきましょう。先ほどの場所から少し上流に行きますと、重曹バイパス国道176号線のバイパスの橋のところに着きます。ちょうどこの場所だと梅田のスカイビルが真正面に望むことができます。結構このような感じで梅田のスカイビルが真正面、その横にグランフロント大阪っていう形での景色もなかなか絵になるのかなと思います。こちらがですね、左側にバイパスではない方の国道176号線の橋、重曹大橋と阪急の3路線、京都線、神戸線、宝塚線 と、先ほどの NTT 西日本の電話線のための橋に挟まれた部分ですね。ここから見る景色もなかなかいいものだですね。ここが重曹なんですけれども、ここ重曹にまつわる由来のある石碑もあります。こちらですね、今後ろに流れてるのは淀川なんですけど、淀川、厳密には新淀川なんですけども、かつての淀川の放水路としてできた川です。で、ここはもともとは中津川という川でした。その中津川の重曹渡し跡っていうのがだいたいこの辺りだったという碑がここにあります。ここがなぜ重曹というかというのはいろいろ諸説があるんですが、一つは西成郡の上里線、南を1条2条っていう風にしていくと、ここが13条目に当たったからという説と、もう一つは中津川、そしてまたさらに上流行くと淀川郡で、上流から数えたら13番目の私があったから重曹という説もあります。で、ここが重曹の渡し跡ですっていう説明書きもここにあります。ちょっと鳩の汚物で汚れていてお見苦しいところもあります。ここにですね、今の淀川の流れとかつての中津川の比較が書いてあります。またかつての中津川を歩いてみても面白いかもしれません。それでは塚本駅から重曹へかけて絶景が見れる淀川のスポットをご紹介させていただきました。次回はですね、できれば中津川の配下線を歩いてみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、また感想などありましたらコメントに書いてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。